どうも、衣服のトウエです。で、今日はね、相方のトーク兼イケメン担当福太郎さんが風邪でお休みということで、急遽ね、自分一人で撮らせていただいております。まあ今回、彼が存分に休んでいただいて、その間にね、ちょっと彼がいたらできないような企画をね、やっちゃおうかなと思っております。まあ、福太郎さんが衣服で言うと、そのバーバーとかアーペーセーとかオアスローとか、そういうベーシックで定番のアイテムを着て、まあ、ジャストサイズで着こなす、まあ、保守的なスタイルに対して、自分が古着であったりとか、まあ、新しいブランド物であったりとかを着て、そうとか服を作ったりとか、革新的なスタイルをやってるみたいな、ちょっと対照的なコンビなんですけど、まあ、今回ね、その自分の流行好きとか、まあ、革新的なものが好きみたいな方をちょっとね、存分に取り入れた企画をやっていこうと思います。あ、でね、その流行でちょっとね、面白い話がありまして、その今月号のレディースのファッジっていう雑誌で、そのロンドンとフランスのそのストリートスナップを載せてる企画があったんですけど、まあ、そこでね、自分も今年よう着てるこのフランスの薄地のツイル地のユーロワークジャケットをね、よくいろんなこのスナップで見かけてね、意外とこれが今年流行ってると。しかも着方はこういう、なんというかワントーンで、まあ、ストライプのシャツワンピであったりとか、デニムであったりとか、紺のワークパンツとか、同じユーロワークパンツとかに合わせるとか、白のパンツに合わせるとか、そういう色味を刺さずにね、合わせる着方がすごい流行ってて、まあ、またしても俺の革新が流行を作ってしまったみたいなね、ちょっと厚かましいような気持ちにもなってるんですけど、まあそういう情報もね、お届けしつつ、今回の企画は衣服の温故知新でいけまっかという企画ですね。まあタイトルのダサさはね、ちょっとライターを職業でやってる春福太郎さんに比べて劣ってしまうんですが、まあ、どういう企画とかかと言いますと、まあ、老舗のアイテムとその革新的な今の流行のアイテムを同じ国で合わせたりしたら、ちょっといい感じにマッチして新しいこうスタイルが生まれるんじゃないのかという、まあ、そういうヴィンテージとか伝統あるものプラス今の最新のファッションの融合スタイルを提案していく、まあ、自分でもこれがおしゃれになるのかどうかわからないという、まだ実験的な段階の状態の企画なんで、ちょっとね、一人じゃないとできなさそうなんで、今回やっていこうと思います。で、どういうアイテムを合わせるかって言いますと、こちらですね、自分が最近買いましたトリッカーズのね、ダービーシューズロバート、まあ、ザ英国らしいと言いますか、程よい丸みラウンドと、まあ、ここのね、綺麗なそんなやりすぎない傾斜というか、と長さのある、まあ、ザ英国という感じのダービーシューズと合わせますのが、こちらワイドパンツですね。まあ、ただワイドパンツを持ってくるだけじゃ面白くないということで、これはイートウツという150年ぐらいですかね、歴史があるそのイギリスの伝統的なブランドなんですけど、まあ、その昔のエドワード何世かの服を作ったりする、そういう伝統的な側面を持ちつつ、ワイドパンツがね、日本で流行る前からコレクションとかでワイドパンツとかガンガン作っていってた、すごいなんていうか革新的というか先進的な姿勢を持っているブランドでね、まあ、お互い同じ英国であれば、この先進的なスタイルと伝統的なアイテムがこう合わせた時、なんていうか新しいスタイルというか、あのその先進的すぎずかつ古臭すぎない、なんていうかね、新しい独特なムードのあるスタイルが生まれるんじゃないのかなという感じでね、ちょっとつい予測したので、早速合わせちゃおうかなと思います。行ってみましょう。どうでしょうか。まあ、これね、英国というだけあって、カンゴールのベルハットとか、かぶってもね、まあ、いい感じなのかなと思いますね。個人的にはね、結構いい感じかなと思っておりまして、こことかね、そのワイドな日本のパンツって、お尻とかダボつきがちなんですけど、やっぱりテーラードずっとやってて、かつ、流行だからとか関係なくワイドパンツを作ってるね、ブランドなだけあって、すごいここのシルエットが綺麗かなと思います。まあね、そのイートウさんはイギリス製の服とかイタリア製の服もあるんですけど、これは確かまあそのクロアチアとかどこかのとこで作ってたと思います。いやー、いいですね。で、このやっぱダービーシューズがすごい引き、なんていうかな、
ダービーシューズがすごいこう引き立ててくれつつも、すごいね、なんというか引き締めてくれてて、でなんかやっぱ UK ストリートのスタイルにちょうどいいのかなと思います。めっちゃ良くないですか。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、ちょっと人によってはその靴ちょっと黒のエアフォースワンとかの方が良くないみたいな意見もある方もおるかもしれないですけど、個人的にはね、この革靴でストリートスタイルって結構憧れてて、でまあそれができて非常に満足ですね。冬場はこれ、まあこのパンツとこの靴にグレーのツイードのコートとか羽織ったりとか、秋やったらまあ黒のタートルのニットをやるとかするとすごいいいかなと思います。まあ唯一問題があるとしたら、まあこの帽子がね、ちょっと自分が被るとなんかちょっとね、おばちゃん感が出てしまうというかな感じなんで、これが黒やからまだギリギリ耐えれてるけど、ちょっとこれがね白とかベージュやったらちょっとね、もう人んちの前で何時間喋っとんねんみたいな、井戸端会議する系のおばちゃんに見えてしまうんでね、これはちょっと危なかったなと思っております。まあけどね、この色とまあこのズボンの良さと靴の良さでいい感じになったんじゃないでしょうか。はい、ということで今回の第1回いい服の温故知新でいけまっか、すごいね、いい企画になったんじゃないでしょうか。まあ、ね、イートーツさんもこのトリッカーズもね、マッチーズファッションって、まあ、前も紹介したんですけど、イギリスのねその通販サイトで、なんていうかセール時やったらね、まあ、この靴も日本やったら、まあ、9万5千とか8万とかするし、このズボンも5万6千とかするんですけど、これ両方とも 50-60% オフしたんで、まあ、この上下をね今回買ったんですけど、それをね、なんていうか5万ぐらいで買うことができたということでね、まあ、5万でも自分にとってはもうオケラ同然になってしまったんですけど、まあね、かなりお手頃な、あ、ちょっともう傷がえぐすぎて全然言葉が出てこないんですけど、まあかなりお手頃なお値打ちな買い物になったんじゃないでしょうか。はい、ということでね、今回は自分一人でしたけど、まあ普段はね、ここにトーク力兼イケメン担当の福太郎さんもおるんで、さらにね、こう、いかつめのトークでパンチがね、効いたチャンネルになってると思うんで、ぜひ高評価とね、チャンネル登録の方お願いします。今日はこの辺で。